公共曲第94番と超調傍冒険 i-94 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲した公共曲。イギリス訪問時のロンドンで作曲された、いわゆるロンドン公共曲のうちの一曲であり、驚愕の愛称で知られている。ハイドンが長年学長として使えてきたエステルハー時効の死去に伴って、 同行かおさることになってから2度にわたって経験したロンドン旅行の1回目の滞在期間中にあたる1791年に作曲されている。前期2度にわたるロンドン滞在で書き上げたロンドン公共曲のうちの一曲に数えられるとともにハイドンが残した全作品の中でも最も有名な作品の一つにも数えられる。 ロンドン滞在1回目の期間中にあたる1792年3月23日に初演されている。ハンガリー系貴族のニコラウス・エステルハージ公爵に長らく使え、同行家お抱えの楽団の学長として、食卓向けの音楽を作るなど、創作活動を行ってきたハイドンであったが、1790年にニコラウス・エステルハージ公爵が死去することで天気を迎えることとなった。 その後を継いだアントン・エステル・ハージ公爵は、父親の音楽愛好を受け継がずに、同好家お抱えの楽団を解散してしまい、この結果として、肩書きだけの楽長を溶かしたハイドンは、同好家を去り、自由な立場の音楽家として、ウィーンに赴いた。そのウィーンでは、ハイドンの噂を聞きつけて赴いてきたボン出身の、バイオリニストで工業師としても知られるヨハン・ペーター、ザーロモントであった。 ハイドンはそこでザーロモンからロンドンに渡ってザーロモン自身が主催する演奏会のため作曲して欲しいとの依頼を受けた。破格の待遇内容も合わせて提示されたハイドンはザーロモンからの依頼を引き受け1791年から92年にかけて及び1794年から95年にかけての二度に渡ってロンドンに渡航、滞在し、後に ロンドン公共局と総称されることになる、計1 2局の公共局を書き上げることとなった。当楽局もこれら全12局の公共局に包含されるものの一つとして、ロンドン旅行1回目の滞在期間初年にあたる1791年に作曲され、翌1792年3月にロンドンにおいて初演されるに至る。当楽局に付与されている。 共学という愛称は、第二楽章冒頭の主題が最弱音にて二度、繰り返し演奏された後の16小節目において、ティンパニを伴ったトゥッティで不意打ちを食らわせるがごとくに、強く演奏するところから名付けられたもので、作曲者自身が命名したのではなく、初演から間もなくして、初演地の地元、ロンドンで発行された、新聞史上に掲載された演奏表に由来する。こうした、 作曲の仕方を取った背景として、ハイドン自身が一度目のロンドン滞在中に目の当たりに、した聴衆のマナーの悪さがあったとされている。当時、聴衆の中に眠りをする者が少なからず、存在していた。このことに尺に触る思いを抱いていたハイドンは、持ち前のユーモアさなどを生かし、当楽曲の作曲を通じて、聴衆を叩き起こそうと行動を起こしたのである。 そして実際の演奏の場で、前期第二楽章の競争箇所のところでハイドンは、ティンパニ奏者に対し力いっぱい叩く、要指示、果たして狙い通りに聴衆がびっくりして飛び上がったと、いう。もっとも、このことに関しては、音楽ジャーナリストのイオヨーイチが、主題を最弱音で、一通り演奏した後に、唐突な競争をすることで驚かせるという、思考自体は使い古されたジョークであり、 むしろ最弱音で演奏される主題こそが、チャメっケがそのまま音になって表現されているかのようで、おかしい、という考え方を示している。なお、愛称の、驚愕自体に関して、英語表記では、ザサプライズと表される一方、ドイツ語表記では、ミッドデムパウヘンシュログと表される。直訳すると、ティンパニの打層を伴ったという意味になる。全4楽章、演奏時間は、 約23分。ありがとうございます。